ゴールキーパーは、オランダのシグナール射製艦艇用近接防御火器システム。名称は、サッカーのゴールキーパーに由来する。筋マイナスジ30ゴールキーパーは、広域艦隊防空システムの網を突破した、対艦ミサイルなどを、数キロオーダーの範囲での迎撃、撃墜を任務とする近接防空火器。股間防衛のよう。 オランダ海軍の要求に基づいて1975年から開発され、1980年から配備されている。本システムは7方針の3 0ト、mm、ルガトリング砲と捜索レーダー、追尾レーダーが一体となった旋回砲塔と SMR-5 射撃コンピューター、その他の完成機器より構成されている。砲は GE 社製7方針 30mm ガトリング砲である GAU-8A アベンジャーを同じく GE 社製の軽量砲外 X-83 に搭載したものである。砲弾は砲塔下の弾倉ドラムに1190発が収められており、リンクレス球弾装置によって機関砲の下部に垂直装填される。連続発射に関しては、 ソ連製 CIWS の関西型 AK-630 を参考にしている。現在では RIM-116、ラムミサイルなどの防空兵器と同時に搭載する、NATO 加盟国が多い。高い性能を持つ射撃管制装置によって、射程内であれば、かなりの防空能力となる。射撃式レーダーは、シグナール社の開発による、フライキャッチャーと呼ばれるもので、 捜索レーダー、追尾レーダーから構成される。スロット型の円筒形アンテナを持つ捜索レーダーは、システムの右上に装備されており、アイバンドを使用して同時に18の目標を追跡し、うち重要な4目標と構成可能。最大有効距離は2 0トルである。捜索レーダーが探知した目標は、自動的に追尾レーダーに移管される。追尾レーダーは、 方針の髪型にあり、カセグレンアンテナを持ち、X、カバンドを使用する。目標が1500メートルに近づくと、システムは自動的に発砲を開始する。類似のシステムに、アメリカ海軍、海上自衛隊などで使用されている、ファランクスシステムなどがある。なお、シグナール社は、1990年に、 フランスのトムソン CSF 社に買収されてトムソンサイナルとなり2000年にトムソン CSF 社が社名をタレス社に変えたためトムソンサイナル社は現在タレスネーデルランド社となっている著名な CIWS であるファランクスと比較して以下のような点が挙げられるイギリスオランダ韓国チリベルギーポルトガルアラブ主長国連邦ありがとうございます